はい、こんばんは、カナリーイエローです。ドアフォートレス、やっていきましょう。前回ですが、人間のキャラバンがやってきました。もう荷物は運んであるので、あとは、我々のブローカーがやってくるのを待つ状態ですね。わ、結構持ってますね。何を買おうかな。そしてこちらは、次回1回ですが、前回、ウォードッグを訓練しました。こいつはね、ちょっと、見た目が、怖いですね。まあいいでしょう。で、そしたら、この番犬が、今話し合いになっているので、じゃあ場所を決めておきましょう。ゾーンを指定して、まあやっぱり要塞入り口かな。どのぐらいだろうな。じゃあ、こんな感じでちょっと大きめに指定しておきましょう。そしたら、ここにウォードッグをアサインする。こんな感じか。あ、でもどうしよう。これはさ、一頭ずつ違う場所を、パトロールさせた方がいいのかもしんないけど、まあいいか。うん、まずはこれでやってみましょう。そしたら、じゃあ、トレードに、と思ったけど、あ、まだブローカーが来てないですね。うん、荷物は運び終わっているはず。よし。じゃあ、再開しましょう。うん、天気は晴れです。これは、まだかな。さあ、みんな動いていますが、あっと、あれかな？あ、そうですね、到着。じゃあ、トレードを開始。まあ、うちのアイテムは全部出そうかな。と言ってもそんな種類はないけど、まあ、骨アイテムがな、結構作ったんだけど、安いですね。これは石。まあまあまあ、値段がついてる。うん、これも全部出しましょう。あとはやっぱり食料、かな。よし、こんな感じ。そして奴らは何を持っているか。うん、これは、チェインズ、鎖がありますが、フラスコ。あ、これ安いですね。なんだ、パズルボックス。あ、おもちゃが売ってるのかな。まあ、買ってあげてもいいけど、その前に、やっぱ食料とか、まあ、動物が入ってますね。これはどうしようかな。やっぱり鎧かな。メールシャツ。あんまりないかな。ヘルムは欲しい。バッグはまあ安いものを買っておきましょう。うん、種が入っているね。ああ、そうか。原料も違うのかな。うん、肉は安いですね。買っておこう。うわ、これは心臓。あ、謎肉だな。いや、魚あるからな。買わないかな。うん、あとは野菜か。そうだね。チーズ買おうか。あ、まだ買えるな。じゃあ、家畜を買おうか。これは牛と、なんだろうな、謎の生き物がいる。うん、じゃあ、こんな感じかな。よし、売ってくれました。いいでしょう。じゃあ、まずは買ったアイテムの運搬かな。うん、しばらく忙しいかもね。あっと、これは奴が、いますね。見張ってますね。よし、番犬、出来上がりだ。あとは、そうか、ブローカーを外すか。彼も一緒に運搬をやってもらいましょう。これはなんだ、アラートがうるさいな。ずっとスパーリングしてるみたいだね。まあ、忙しいが、軍隊だからな、仕方がない。遊んでるわけではないよね。それじゃあ、また食料とお酒を作るか。まだストックはあるけどな。これからまた秋のキャラバンがやってくるからね。うん、いっぱい作っとこう。よし、食事の発注は完了。あ、チーズがあるな。あれ買ったやつか。あ、そうですね。うん、ちゃんと樽を使ってしまってますね。うん、みんな忙しいな。これってさ、さっきの家畜ってさ、どうなったかな。まだ檻があるけど、あれは勝手に放牧ゾーンに入るのかな。またかよ。全然人口増えないな。なんだ？完全ランダムか、もしかしたら要塞の設備に問題があるとか。いや、違うかな。まあ生存できてるけどな。そろそろ人口増やしたいよね。まあさっきの買った動物入ってますね。ボアと、なんとかと、ブル。あ、そうか。じゃあここで放牧ゾーンにアサインしよう。そうだそうだ。この3匹を、よし、こんな感じかな。さあ、ここで入ってくれるかな？わ、あれだ。いますね。
牛が増えましたね。わ、鳥がいるな。そうか、あれは鳥。ね、こいつはうまいのかな？わ、わ、これすごいな。子供が生まれた。ん？どこだ？わ、これか。ウォーターバッファローの子供。わ、ちっちゃいな。そうだね。バッファローつがいで入ってるからね。子供ができるんだ。うわ、もう完全にこれ、農業ゲームになってきてるね。ちょっと狭いかな？大丈夫？んじゃん、鳥を食べるか。こんな感じ。あいつは肉になるのかな？うん、瞬殺。おや、これは何もない。いや、そんなことはない。まあ、皮もないね。うわ、やっぱり鳥、まずかったね。うん、でもしうまくいけば、牛を飼ってるから、これから増える可能性はあるよね。牛キッチンはオッケー。いっぱい作ってもらおう。そういやさ、チーズってできるのかな？あるね、メイクチーズ。うん、チーズ作ろう。前回牛乳作ったからね。こうかな？さあ、これでチーズができるのか。おっと、早速、やってますね。うん、まだかな？まあ、そうすぐにはできないかな。時間かかるよね。あ、完成。ウォーターバッファローチーズ。わあ。なんだこの平和なゲームは。うわ、また魚地べたに置いて。誰だ？しまってくれよ。あ、持っていった。あ、そっちに置くのか。ねえ、食料庫に置いてほしいんだけどな。はい、という感じで今回はこれでおしまい。いや、どうですかね。なかなかスローライフ農業シミュレーション的な。いや、こんなゲームではなかったはず。うん、まあ次回に期待しましょう。何か起こるはず。てなわけで、また次回の動画でお会いしましょう。そして、もし続きが見たい方いらっしゃったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、おやすみ。